エルネスト・フォックス、ニコルズ・アーネスト・ニコルスは、アメリカ合衆国の物理学者である。1901年、ゴードン・ハルと共に、光の放射圧の測定を行った。ダートマス大学の学長、アメリカ科学アカデミーの副会長を務めた。カンザス州レブンはアス軍で生まれた。カンザス州立大学を卒業後、カンザス州立大学の科学科で働いた後、コーネル大学。 大学院に進み学位を得た。ベルリン大学やケンブリッジでも学んだ。1892年から1998年まで、コルゲートカレッジの物理学の教授。1898年から1903年まで、ダートマス大学の教授を務めた。1901年、ゴードン・ハルと共に、真空容器の中のねじりばかりの先端の、 円盤ミラーに光を当てることによって光の放射圧の計測を行い、マクスウェルの理論から求まる放射圧の理論値に対して誤差0.6%以内の測定値を得た。この業績で1905年、アメリカ芸術科学アカデミーからランフォード賞を受賞した。1909年から1916年までダートマス大学の学長を務め、 1921年から1923年まで、マサチューセッツ工科大学の学長を務めた。三四郎執筆前の夏目漱石が、寺田虎彦の実験室を見学した時、寺田の手裏遺伝写真の実験を見て、これを小説に書いていいかと問うと、寺田はそれは困ると断った。代わりに、寺田が当時読んでいた、ニコルスの実験の話をし、三四郎の中で、 野々宮理学士の光の放射圧の測定の話が登場することになった。漱石が見た物理学小山慶太中高新章ありがとうございます。